立派な看板を作っていただきましたけれども、商売繁盛のためのビジネス心理学というお話をさせていただきたいと思いますので、できましたら最後までですね、皆さんにこやかに笑顔で聞いていただきまして、商売とビジネスに役立つノウハウと情報をですね、目で見て、耳で聞いて、体で感じてですね、明日からのお仕事にお役立ていただきたいと思っております。皆さんも自分の会社に1位のものがないか探してみてください。ね、それを訴求するのが一番早い。で、ちょっと余談になりますけれども、私はですね、日本全国の講演会場に行って名刺交換をするときに、初めて名刺交換をするときに、こんにちは酒井俊夫ですとは言いません。被験者を呼びます。2人の被験者を呼んで座ってもらって絵を見せるんです。絵を見せて感想を言ってもらう。絵を見て感想を言ってもらう。それをずっと続けるんです。で、その日の実験のお昼になりましたと、さお昼になって実験者がこう言いました。はい、どうも午前中実験お疲れ様でした、じゃあ休憩にしてくださいと言ったら、この被験者の2人の方のうちの1人、1人はジョー君と言います。ジョー君、ジョー君は実は桜なんです。桜で、ジョー君は外に出てって帰ってきた時に、ジョー君は手にね、2本のコーラを持って帰ってくるんです。コーラの好きにしなさい、あんたの好きにしなさいっていうのは、言葉としてはあなたの好きにしていいよということなんですけれども、態度と声が違うんです。そうすると相手はダブルバインドといって二重拘束の状態になってストレスを感じちゃうんです。ですから皆さんもお客さんに何かを説明するときには、この3つは整えないといけないんです。すっきり忙しかった。その時に生徒さんが増えてきて、自分がこう授業をしている間に生徒さんが、新しい生徒さんが入ってきたりするわけですよ。その時に授業を中断して説明はできないから、後半の方になってくると、あ、どうぞどうぞおかけください、新しいご希望の方です、どうぞこちらお座りくださいって座らせるんですけれども、その座らせた横の壁のところには生徒さんの私に対する感想文とか手紙がダーッと貼ってあるんです。一生懸命それまで教えた生徒さんたちが検定試験などが受かるようになりました。検定試験を受かった人に、そんな合格書をちょっとコピーさせてもらって貼るんです。で、僕の教え方どうだった、よかったら感想文書いて、手紙ちょうだい、手紙書いてくれる、パッと貼るんです。で、ちょっと開く、その時に足を入れるんですふっと、それから体をこんにちは入れていくわけだ小さなものから入れなさいっていうのがフットインザドアなんです。最初から体入れようとするとバコーンと弾かれるからね。マーケティング的に言うと、電話、手紙、はがき、当日の電話、必ず5回以上あります。今回も関口さんには4回接触したはずです。手紙、はがき、メール、電話ですから、関口さんのところにも今月から毎月手紙が行きます。僕のことを覚えててください。営業の手紙ではありません。今日話したような商売に役立つネタを4ページにわたってびっちり書いて送ります。よかったらお仕事に役立ててください。今日お話ししたものはどれ一つとしてコストがかかりません。今日最初に3つだけ応用できるものを考えてくださいと言いましたけれども、嘘です。全部やってください。僕は全部やってます。またお会いする日まで皆さんぜひね、元気で商売繁盛を続けていっていただきたいと思います。今日は最後までご清聴いただきまして本当にありがとうございます。ではこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。